客車列車を牽引する I4、6I1638 号機、1925年頃、スイス国鉄により動体保存されている I4、6I1664 号機 I3、6I1664 号機、ブフリ式駆動装置側スイス国鉄 I3、6I 型電気機関車は、スイスのスイス連邦鉄道の主に平坦線で、使用された。 本専用部振り駆動式電気機関車である。なお、本機はスイス国鉄の称号改正により、百3 9 6型となったが、現車は廃車となるまで当初形式の I3、6I 型のままであった。スイス国鉄は1920年以降の電化に、際して平坦専用の電気機関車として、動輪三軸で、出力 2000PS 級、 最高速度時速 90km の条件を BBC と魔法、s サスの3社に提示し、各社に提案を求めた。これに対して魔法は、車軸配置 2CO1 で、ロット駆動式の I3、62型、サスは、車軸配置 1CO1 で、ウエスティングハウス式クイル駆動の I3、5型を提案したが、BBC が提案したのが、車軸配置 2CO1 で、 ブフリク動式の本機である。なお、いずれの形式も、車体、機械部分、台車の製造は、SLM が担当している。これら3形式の中で、本機は最も成功した形式となり、最終的には114両が発注されて BBC だけでなく、魔法や撮影の電気品を搭載した機体も、製造されただけでなく、最も長く使用された形式ともなり、 1980年代に、なるまで90両程度が稼働しており、最終的には1994年まで運用されていた。本機は、ブフリ駆動とタップ切り替え制御により、初期系の36両は1時間定格出力1 4 7 0ット牽引力 82kN、後期系の78両は1635、 キロワット、牽引力 86KN を発揮し、特に後期計の1637から1714号機は1937年に最高速度が時速 110km まで引き上げられ、当時のスイス国鉄最速の機体となり、別名 i3、6i-110 と呼ばれていた。なお、それぞれの基板と製造年、機械品、電気品製造メーカーは、 下記の通りである、初期系後期系、ありがとうございます。